ドドドドドン、ダコンボーイ。どうもダコンボーイだよ。本日は手作り燻製機で燻製してみた。今回使用するものがこちらでございます。僕が作った燻製機、作るのに約3日間かかりましたね。でここの上に食材を乗せて、下にこちらですね、スモークウッド、定番である桜を使っていきたいと思います。それではですね、今回この燻製機で使う食材がこちらですね、ファミリアチーズー、こちらの卵、水に厚切りベーコンでーす、チーズサンド、そしてクレッパなんでございます。そしてこれはこれでね、ここに入れて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 、完成でございます。はい、それではスカイトゥーハレ、来ました来ました来ました。はい、これぐらい燃えたらもう十分ですね。はい、ということで、煙が出てきました。なのでここに食材をどんどん入れていきます。今入っているものがこちらのですね、チーズとバナナ、そしてこちらの厚切りベーコンを入れていきたいと思います。厚切りベーコン大丈夫ですかね。まあ行きましょう。そしてこちらですね、うずらの卵入れていきます。いや、全部入れちゃいます。これもスモークに入れちゃいたいと思います。ではね、ここで1時間ぐらいですね、1、2時間ですね、このスモークでしっかりと最初燻製を作っていきたいと思います。それではお待ちください。よいしょ。はい、それではですね、2時間ほどこちらスモークでいぶしました。できているのでしょうか。それではいきます。オープン、じゃん。おお、すごいすごいすごい、めっちゃ美味しそうじゃん、うん、バナナやばバナナやばバナナバナナエグいこと、なら皮付き皮付きあ、皮はあの取ればあ、皮取ればいいもんな、問題ない。じゃあもうこれチーズとか最高じゃない。ベーコンとかベーコン、ベーコンね、そんなやついてるじゃん。いや、でもこれチーズ、これもチーズなんだけどね。これ丸いのない。丸いのはうずら。あ、これいいわ。絶対ちょっと食べてもらおう。それではね、今回ですね、先ほど自転車でちょっと走っていたらね、途中でまさかの高校時代のビギナーズミッションのメンバートロールと副リーダーの山本に出会ったので、一緒にせっかくなんで食べてもらおうということで、今回はこの燻製味見してもらいたいと思います。じゃあ食べてもらおうかな。でも好きに言っていいならベーコンいく。あ、いいよいいよ、ベーコンいいよ、もう取ってまず。いい、そこはもうもちろん。じゃあやっぱリーダーと副リーダーはバナナ。そうだね、一番ここは責任持ってリーダーと副リーダーで食べよう。バナナを食べよう。一番うまそうなベーコンを。あ、めちゃくちゃうまそう、めちゃくちゃうまそう、すごい、これはうまい、絶対うまい、こんなうまずいわけないもんな。いただきます。うまそうに食うな。これめちゃくちゃうめえ。本当にすごいジューシー。そんな簡単にできるんだ。バナナいきますか。バナナいい、本当にいいの。バナナいきなりバナナで。食べたことないけどな、これ。ちょっとすごい見た目の。味が良ければ。味良ければいいもんな。すごい。ナスみたいだけど、なんか、匂いは完全バナナ。匂いは甘いね。じゃあ。食べようか。食べよう。いただきます。お、うまくない？うまい。うまい。うまい。うまいじゃん。うまい。何これ？トロトロ。全然うまかった。トロトロだね。焼いたバナナだよね、これ。そのまんまじゃん。うまい。美味しい。トロトロしてる。燻製になったのか分からんけど。燻製ではないな。ただトロトロのバナナ。あ、うまいじゃん。あ、これな、なんか。まずいっていうためにバナナ入れたんだけど、うまかった。美味しいですね。うずら卵。うずらおじゃん。うまい。
あ、うますごいね。これチーズだ。あ、それもチーズだね。意外と燻製っていうのは何でもうまくなるかもしれないね。本当にね、何やってもうまくなるかも。リーダー、ガブリチュー、うん、好きじゃないですか。ガブリチュー好きだよ。どうのもいいんじゃない。ガブリチューここに燻製で。燻製でやってみようか。そう、でもな、持ってないんだよね、ガブリチュー。そうか、じゃあ残念残念。え、まさか買ってきてくれたってことないよな。そのために、おい、まさか、え、あのガブリチューが、え、売ってないでしょ、この辺にガブリチュー。なかなか仕入れのガブリチューです。ガブリチューです。ガブリチュー、ありがとう、ありがとう。本当にシューを買ってきました。嬉しいな。こんなね、せっかくガブリチュー買ってきてくれたんでね、これを燻製していきたいと思います。溶けちゃう気がするけど、溶けちゃう。バナナ美味しいです ね。ベーコン食べてもね。あ、これ食べてないの、ちょっと。ベーコン、これもうバナナだらけになっちゃってるけど。ベーコンめちゃくちゃうまい。半分にしようぜ、リーダー。俺はこのでけえチーズを丸かじりしていけど。ぜひやってくれ。それは。ぜひやってくれ。ベーコン。いただきます。あれ、うますぎて一気に食っちまう。うまっ。これうまい。めちゃくちゃうまい。やばい。こんな美味しくなるんだ。え、騙されたと思ったら、うわ、うまっ、ね、そうなの。はい、来ました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 。はい、できました。こちら大定番の燻製のチーズでございます。この仕上がり見てください。映ってる、これすごいですよ。もうこれ色もしっかりついて、いい感じにトロトロになってますね。まずいわけがないということで、いただいたいと思います。じゃあ食べてもらおう、二人に。どうぞ。あ、チーズ嫌い。チーズ、ツーだ、チーズ嫌いなの。好きじゃない。嫌いな人でも食えるかもしれない。チーズ嫌いの人どうなんでしょうか。あ、美味しい。無理してないか。あんまりスモーク感ない。ちょっとこの中だけ食べたんじゃない、今ちょっとこの周りを食べない。周り食べないです。ここからいただきます。周りってやめちゃくちゃスモークするよ。すごい。あ、いただきます。大丈夫、チーズは全然食える。全然食えます。あ、もうじゃあ、口に入れすぎたんじゃない。どう。あ、うまいよ。ちょっと黒いところ、あ、黒いところ、そう、食べた方がいいよ。こんなうまくなると思わんかった。だってこれ桜チップ入れて蓋しただけだもん。この皮も食べるとこう、うん、スモークすごい。あ、やっぱこの皮がすごいよね。中までやっぱスモークはいかないですね。チーズ嫌いでも食べれるし。無理するなよ、だから。マジで燻製うまいな、ほんと。じゃあこの燻製機ですね、僕が作った燻製機、ネットで調べたら簡単に出てくるんで、ぜひ調べてね、家で燻製やってみてはどうでしょうか。この夏一押しでございます。みんなどうだった、燻製機、うん、大成功じゃないでしょうか。大成功だよね。今更言うんだけど、正直、うん、燻製とチーズ嫌いだったんで、うん、うまい。お、克服。こんだけ満足してもらえてよかったよ。じゃあ燻製また一緒にやろうよ。よし。ということで皆さん、今日はお別れしたいと思います。彼らはですね、僕の地元を守ってくれてるこの2人なんでね、ビギナーズミッションぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それじゃあまた皆さん見てくださいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。シェイシェイついでに恋ダンス。いや、もう前言われだろ。